こんばんは。12月16日、今年最後の東京新聞デモクラ TV エクストラでございます。いつものように富田ひかるさんと、内田のことで進めてまいりたいと。よろしくお願いします。よろしくお願いします。富田です。今日はですね、はい、オミクロンということで、我が社随一のですね、科学者でいらっしゃいます吉田香織論説委員に来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとオミクロンを軸にですね、ちょっと語り尽くしたいと思っておりますけれども、内田さん、オミクロンはちょっと怖いですか？まだ番組始まったばかりなので全部喋るのもどうかと思うんでいきなりあれですけど、日本はそのデルタ株に関してなんか妙に収束に近い状況になって、今日あたりちょっとまた増えてるようですけれど、ちょっとその爆発的な感染という状況では少なくともなくなってますよね。で、南アフリカから最初に発見、発表されたその新しい株っていうのは、しかしこれはその免疫をそのくぐり抜ける力が非常に強いとかですね、とにかく感染力が強いウイルスだということで、確か今もうイギリスの方が南アフリカよりも感染者が多くなってるぐらいだと思うんですけど、特にイギリスで大変な勢い、世界77カ国とかいう発表、この前 WHO もね、実際はもっとあるでしょうけど、日本ももう中に入ってる可能性があるんじゃないかと、いわゆる市中感染という格好で見つかったのはまだないと思うんですけど、入ってると考えた方がいいんじゃないかと。なるほど、なるほど。で、この吉田論説委員はですね、科学部長もやられて、とにかく今回のコロナではですね、社説で大活躍されてるんですが、まずオミクロン株をどういうふうに捉えておられますか？はい、ですね、私はもう初めに申し上げて言いますと、割と楽観的に見ているんですよね。いいですね。徐々に持論ですからもこう来なくちゃった根拠をいくつか申し上げていきたいと思うんですが、まず今の状況を見てみますと、ここにグラフを用意してきたんですが、これコロナの発生当初ですね、発生当初から非常な勢いで上がってきまして、それで各国、国別のグラフなんですけど、大体同じような顔で、中国だけは横ばいで全くないんですけども、この赤線が日本なんです。で、上の方にアメリカとかヨーロッパとか各国がの、ほぼ同じような感じで、日本とか韓国とかインドネシアとか、これ主要国だけなんで、アジア諸国はその下の方に来てるわけです。で、これ対数メモリなんで、差が少ないようでも、こことここではだいたいその20倍くらいの違いがあるんです。これ人口比です。人口100万人あたりの感染者数が累積していって、日本の場合だと第1波で増え、第2波で増え、第3波で増え、第5波でしたっけ、この前やったのは。それで、今は横ばいの状態で、今ほとんど患者が出てませんので横ばいで現在に至ってるというわけです。で、それですね、これはずっと長い期間なんですけど、ここ数ヶ月はどうかというと、もうちょっと拡大したんですけど、日本はですね、もうこれぐらい拡大したともう出てこない、ずっと下の方にいるんで。で、なるほど。このあるっていうのがアルゼンチン、あるってアルゼンチンなんです。すいません。イギリスですね、今オミクロンが増えてるイギリス、それからアメリカ。もうちょっとカメラの方に向けて、これぐらいですか？はい、これでいいですか？はい、大丈夫です。で、フランス、それからアルゼンチン、トルコ、ブラジル、イタリア、ドイツ、ロシアという順番で、でその次ぐらいに南アフリカが来てるんですね。これ主要国なんで、もっとちっちゃな国を入れたらもっとあるのかもしれないけど、で
あのオミクロンの影響っていうのがどうなのかなっていうと、これなんですよね、これ。あの南アフリカが増えてる。南アフリカは確かにあの最近ぴょこっとちょっと上がってるんで、うん、これがオミクロンの影響なんです。ただその先ほど出したですね、全体のグラフだともう分かんないくらいなんですね。で、まあこれから先のことをどうなるか分かりませんけども、あのこういうですね、出始めの時の恐ろしい感染拡大状況とは、あの多分違ってくるだろう。ワクチンがある、治療薬があるで、かなりの人がすでに感染して抗体を持っているということがあります。それでですね、あので、南アフリカのに発見した人がいるんですけど、その人があのメディアに出ていろんな話をしてるんです、新聞とかテレビで。でそれによると、こんな大変なことになるとは思わなかったと、 WHO に報告した時には、であのイギリスとかがもうロックダウンをしようとか言ってるんですけど、それは明らかにやりすぎであると、でこの人は臨床の先生なんで、実際に南アフリカで患者を見てるんだけど、そのオミクロンの患者っていうのはデルタの患者と比べてずっと軽度であると、でまあ大体普通の風邪とかインフルエンザに似た筋肉痛とか頭痛とか倦怠感はあるけども、大体5日ぐらいで軽快すると、そういうことを言ってるんですね。ただその南アフリカというのは、まあ、ワクチンを接種している人が 20% とかそこらなんで、23とかぐらいと、まあ、そういう状況もあるのかもしれないけど、あのそれであの若い人が多いっていう状況もまたあると思うんですね、南アフリカの場合。そういうふうにその国によって多少の状況の違いはあるんだけど、今のところあのヨーロッパでも、あのやはりそのなんか症状は軽いのではないかというふうな、ただあの一人亡くなったということを、あの、一昨日くらいでしたっけ、英国ですよね、首相が申し、あの話しましたですね、まだ分からないことは多いと思いますけど、その南アフリカのお医者さんの話を聞くと、あのそのなんていうかな、デルタとはまたちょっとだいぶ違ってるんじゃないかなという感じを持ちました。それね、この人が言ってるのは、そのオミクロンは私たちにとって助けになるかもしれないって言ってるんです。どういう意味ですか。それはなぜかというと、デルタを駆逐して、重症のデルタを駆逐して軽症に置き換わるから、だからあの結果としてあのオミクロンが広がれば、トータルの死者っていうか、あの入院する人とかそういうのは減ってくんじゃないかというふうな、そういうことを言いたいのだと思いますね。なるほど。ちょっとかなり安心しましたけど、安心しましたか。いやただあの、あれですか、その、まあ、南アフリカの例は、まあ、確かにあの、そういうお医者さんがそういうふうにおっしゃってるっていうのもあの知ってるんですけど、そのとにかく感染力がやっぱりものすごく強いというのが一つあって、で免疫に関して言う、あの免疫というか、あのワクチンに関して言うと、2回接種した人あるいは3回接種した人もイギリスで感染してるんですよね。ってことはくぐり抜けてる可能性が高いじゃないですか。まあ免疫はたまたま落ちてるってこともありえるでしょうけど、だからそうするとあのそういう感染力のあるものが、まあ、我々その2回ワクチン打った、これから3回打つわけですけど、3回目をなんとなく安心してるところありますけれども、それをくぐり抜けられるんだとしたら、これは大変なことになっちゃう。いやそれはね、確かにワクチンは効かないみたいですね、今までの2回接種しても効かない。これはファイザーとおっしゃいましたけど、ファイザーももう出てるのも全然効かない。私はちょっと期待してるんですけど、ダメですか。3回目を打てばあの抗体感が上がるっていうんだけど、感染に関しては少なくとも
あのゼロに近いくらいでしょう。あの特にモデルナの場合だと。モデルナの場合、うん、我々モデルナですよね。うん、そうそう、ほとんど効かない。あ、そうですか。もうモデルナ確定じゃないですか、ね。うん、そうっていうのはそのあのファイザーのワクチンってファイザーもまあ同じなもんです。あ、そうそうそう、ワクチンって結局その変異する場所を標的にしてるから、うん、そこがもう変わっちゃってるから、うん、もうあんまり意味がない。ワクチンはそんなに意味がない、うん、ただでも不思議なことに3回打つとそのなんか効くらしいんですね。抗体感が上がるっていうふうな実験が、うん、はい、結果が出てるみたいです。おまじないみたいな世界ですよね。 1.7 倍ぐらいになるとかっていうね。あ、はい、うん、うん、しかも今度あのモデルナってあのもともとファイザーよりもあの3倍量入ってて、うん、10マイクログラムかなんか入ってて、はい、多いんですよね。はい、それ3倍あの、ファイザーが確か3マイクログラム。そうですよね。で結局モデルナは半分にして打つんですよね。そういうのまだ多いんだけど。いや、僕半分嫌なんですよ、ね、って。でもね、大盛りにしてくれって。いや、大盛り、大盛りっていうの。防げなくても、ええ、重症化を防ぐリスクっていうのは、あるということになってます、今。なるほど。移った場合に、まあ、感染は防げないけど、うんうん、中で増殖をするのを防ぐ力はあるみたい、ね。これはファイザーもモデルナも。そうです。はい、なるほど。ええ、これがただ、ね、まだ予備的な実験なんで、もう少し様子を見てみないと、これからいろいろ出てくると思いますよ。まあそうですね、じゃあブースターは、政府はブースターをものすごく強調してますけど、うん、した方がいいということですか。そうですね。とりあえずそれしかない、まあね、とりあえずそれしかないですよ、オミクロンに対しては。あれですかね、メッセンジャー RNA の場合にその 2種類効果があって、一、はい、つはまあ抗体作るんだけど、はい、まあ、それは肩が違っちゃえば使えないことになる、ただ細胞性免疫を強化するっていうのがありますよね。それは期待できる。そうですね、何に対しても、ね、はい、期待できるわけなので、はいはい、そういうことですよね。から効果は落ちるけど、まあ、といってもまあゼロに近くなるわけですから、特にモデルナの場合に、だからまあイギリスであんな具合でに、はい、広まってしまった。イギリスは本当に大変 で、ね、相変わらず毎日数万人規模で感染者が出ていて、でオミクロンもトータルで4000人ぐらいですかね、今段階で超えてるっていう、で、あそこはその1回解禁しちゃったので、1回こう緩めちゃったので、で病床の使用率が確か 97% になってて、でそこにオミクロンが入ってきたっていうことになると、ものすごい数の患者がね、とりあえず生まれてしまう。病院に配慮がないっていう、まあ、典型的な医療崩壊、で、首相が髪振り乱してですね、いや、あれはわざとやってるんですよ。そうですか。だから亡くなった方って97歳とかいう噂も出てるんですよ。いや、もう自然しかなんか区別つかないですよ、そのレベルに。発表がないんです。脅かそうと思ってると思いますよ。だからもう楽観論が広がっちゃってるから。なるほど。良言の火のように楽観論が広がってるんで、それはまずいよと。それを楽観論をちょっと置いといてみたいなこと言ってますよね。警戒心を高めなくちゃいけないっていうのをみんな思ってると思うね、政府の人たちは。それでわざわざ首相が一人亡くなりましたって言ったんじゃないかなと。まあ、正確に言うと一人じゃなくて、もっと少なくとも一人。少なくとも一人。なるほど。亡くなった人はオミクロンかどうかわからない。因果関係がはっきりしないっていうことですね。はい、でその97歳だったら全然別の問題になるような気がしますけど。それ噂なんで、噂をこういうふうに流していいのかよくわかりませんけど。いやね、注射みんな打ったんだけど100年後にはみんな死んでましたって。あいや、そりゃそうだろう。そういう話になっちゃうんだけど、でも今のところ発表はないですよね。そうですね、はっきりしたことは、その後続報は私は聞いてませんけど、日本はまだ市中感染がないんですよね。今日あったとされたのがやっぱり違いましたって2点3点してましたよね、オミクロンに関しては。昨日でしたっけ、フィリピンに、日本からフィリピンに到着した飛行機 にいたんですよね。そうです。それは違ったんですか。でも彼はその向こう行った人ですよね。そう、日本の民に乗って住んでいて、でもそれ市中感染じゃないんじゃないですかね。分かってどこで感染したのか分からない。それちょっと分からないですよね。だからもしその人が日本で感染したんだったら、市中感染第1号かも、可能性ももしかしたら
ないではないですよね。ないではない。ただまあ空港を経由してるし、うん、そういうところで感染したのかもしれないですよね。なんかその南アフリカの大統領なんか本人もかかっちゃったんだけど、あ、そうですね、はい、でもあのラマポーザさん、あの人があの言ってたのは、その確かに発見されたのは南アフリカは最初で、その正直にこう、うん、あの報告したからなんだけど、うん、そうだったけど、南アフリカは最初じゃないかもしれないんですよね。あ、そうですね、ボツワナの方が早かったっていう、ボツワナですか、はい、あ、なるほど。あるいは案外イギリスにすぐに飛んでったみたいなことって、ね、なんか、はい、そう、やっぱりあの、うん、以前から危機があったんだと思います、はいはいはい、思ってる人が。そうでなかったらそんな一度に、ね、うん、あの発表してからわーっと広がるわけないんで、うん、その11月の24日に WHO に報告されたそうですけど、それ以前からやっぱり10月からって話が最初、はい、10月から、そうですよね、うん、ですから当然その間に、うん、あの急宗主国であるイギリスと南アフリカの間っていうのは盛んに危機があったでしょうから。なるほど、なるほど、あの昔から、うん、昔からって変だな、この当初より、あの楽観論っていうと失礼ですけど、うん、はい、これは全体としては大したことないんだという論者で、僕もそちらにいつも傾きかけてるんですけども、そうですね、ちょっとあのその根拠っていうのは、はい、なんかその、ね、もう一つあるんで、もう一つ、もう一つは歴史的な流れっていうのがあって、うんうん、やっぱウイルスっていうのは、うん、大抵の場合ですよ、大抵の場合あの感染しやすく なって、はいはい、弱毒化する方に進化することが多いですね、うん、エイズウイルスもそういうふうに言われてますよね、うん、初めは致死性のものだけど、うん、宿主を殺しちゃうと自分が困るから、なるほど、あの宿主は元気なままウイルスをあちこちにばらまいてもらった方がウイルスとしては嬉しいわけですね、うん、だからそういう方向に進化する場合が多いんで、うん、でコロナの場合もあの100年ちょっと前にスペイン風邪じゃなくてそれよりさらに前に、うん、あの新型コロナのアウトブレイクがどうもあったらしいんですね。いつ頃ですか？1890年頃、あのロシア風邪っていう名前になっていて、それはインフルエンザじゃないかと言われてたんだけど、あの最近それがその当時の新型コロナじゃないかっていうふうに、今の新型コロナとは違うんです。違うウイルスだけど同じコロナウイルスの中で、で当時は新型コロナウイルスで、で世界で15億人中、当時の世界人口が15億人だったんですけど、そのロシア風邪で100万人ぐらい亡くなったっていうことになってるんですね、うん、で、まあ、ちょうど今70億人の人口で500万人余り死んでますんで、まあ、よく似たくらいのスケールじゃないかと思うんですが、うん、でそのそれがその最近の研究で、うん、あの新型コロナじゃないか、うん、でその時の新型コロナがウイルスが変化して今普通の我々に風邪を起こす風邪のコロナウイルスになっているようなんです。で、あの、まあ、コロナウイルスにも何種類かあるんですけど、そのうちの一つのコロナウイルスが遺伝子の変異をたどると大体その1890年頃に生まれたもんじゃないかっていう研究もあるんですね、うん、だからそういういくつかの証拠からあの、まあ、100年経てば100年経つ前にですね、まあ、10年暴れたらだいたい普通の風邪になると、うん、そういうふうな見方ができるんじゃないかなと思うんです。10年ですか？10年ちょっと長いです。いやちょっと安心はできない。いや、数年から10年内田さん、悲観論者じゃないですか？どう限らないですけど、まあ、これに関しては、かなりね、実は実際の数字はもっと悪いんじゃないか論者なんですよ。いや、まあそのなんていうか悪い方向の情報っていうのは、うん、あの一応拾っておかないといけない。そうそうですね。そうですね。うん。まあどちらが正しいのかっていうか、別に対立は煽るわけじゃないんですけど、まあイギリスの2週間後を見れば、うん、重症化するかどうかっていうのは、うん、割と結論が出てくるんじゃないかなと思いますね。うん、
あの一生懸命そのブースター接種を今、うん、とにかく推奨してて、そうそう大行列ができてるっていう状況なんで、またそこで移ってんじゃないかって。それはありますね、うん、それがね効くのか効かないのかその、うん、っていうことで、あ、でもう一つ抗材料があって飲み薬ができましたですね、うん、はいはい、あの認可、うん、アメリカ製のやつ、メルク、あれ効くんですか？あれは変異ウイルスでも大丈夫です。というのは、はい、それはワクチンと違ってスパイクタンパク質を標的とするんじゃなくて、うん、ウイルスの複製を妨げるような仕組みなんで、うん、だからまあそういうスパイクに変化があっても、うん、免疫をすり抜けるようなウイルスでもさほど効果に違いはないのではないかと。ただそれも蓋を開けてみないと分かりません。ただあんまり効かない薬ですね、 30% ぐらい、だからつまり何もないよりいいので、おっつけ多分 50% ぐらいのやつが出てくるという話で聞いてます。こういうウイルス薬っていうのはそんなに切れ味が良くないのが普通ですから、うん、あ、なるほど、あのタミフルみたいなやつはまだ出てくるんですか？いや、まあ、タミフルと似たくらいなもんじゃないですか。 あれぐらいだったら、あのインフルエンザってもうタミフルと何でしたっけ、もう一つあるリレンザでしたっけ、なんかあるじゃないですか、いくつかありますね。ああいうものがあるとすごい安心してるじゃないですか、あ、そう、安心感にはそういう状態になればいいわけでしょ。まあそうですけどね、そう、タミフルも1日早く治るっていうだけらしいですけど、うんうん、そうですね、あ、なるほどね、いや、もう一つ吉田論説委員聞きたいのは、はい、今回のこう状況って日本だけ成績いいじゃないですか。まあ、今日30人って言っても他の国はちょっと尋常じゃないですよね、はい、で、あのアジア人は大丈夫だとか、まあ、中国の数字は全部嘘っぱちだとしても韓国はやっぱりそれなりにしっかりしてると思うんですよね。で、韓国って私もあの提携してる新聞社の人からちょっと LINE とかメールとか来るんですけど、結構半端ない話になってるんですよね、はい、うんうんうん、うんうん、でなんとなくなんか見た目似てるし、うん、なんか体質似てるような遺伝子似てるような感じがするんですが、はい、で向こうはダメ で日本は島国、うん、で向こうも実際島国みたいなもんじゃないですか、うん、上はもうあれ、うん、ね、そこ向こう行けないんで、うん、となるとなぜこんなに差が出たのかっていうのはどういうことですか、うん、はい、で実際にはそんなに長期で見るとそんなに差はないんですよ。出たり入ったり、あの競争はしてるんだけど、うん、それは感染者の数とか割合とか、そうそう、感染、それはタイミングの問題だってことですか？人口比の感染者ですよね、うん、日本が、あの増えることもあれば韓国が増えることもあるんで、うん、長期的に見たらそんなに変わらないと思います。ただあの韓国はあのこれまで の, そのコロナの今回のコロナの歴史の中で今一番毎日の感染者が多いっていうふうに言われてるんで、あと、ね、ワクチンの種類が違ってっていう説もありますよね。あのワクチンの保管がいい加減だったって説がありますよね。あ、なるほど、あと違うワクチンってやっぱりまずいんですか？いや、それはどうなんでしょうかね。それはまだはっきりした結果はないけど、あの今回だってブースター接種するとき違う会社でもいいよって言ってるから、うんうん、そんなにあの免疫を活性化するっていう意味では違いはないんじゃないかなと思います。なんかやっぱりあの、うん、まあ、私もコロナ禍以降夜な夜な、ね、YouTube を見て楽しんでるわけですよでなんとなくまあリベラルな新聞社にいながらもなんとなく愛国心が最近強まりねやや東京新聞右派としてはでなんとなくやっぱり日本は立派な国じゃないかというその一つの証左として、うん、やっぱりこの感染力がね、日本だけ感染してる。きっかけはあの例の王さん、そうそう、いやいや、それで結局それは日本人が民度が高いからだよと。いや、うん、あの日本人がね、どうですか、私はね悲観しすぎなんですよね。それが今回たまたまいい方向に働いたんだと思いますよ、うん、たまたまコロナに関してはなるほど、あ、普通の人はっていうか普通の外諸外国、まあ、日本人でもそういう人いっぱいいるけど自分は大丈夫だって思うように人間ってできてるらしいんですよ。なるほど。そうしないともう悲しくて生きていけなくなるから人は分かんないけど自分は大丈夫だって言って、とりあえずね、そうそう、そういうふうに考えるもんなんだけど、どうも悲観バイアスみたいなのが日本の場合激しくて、うん、それが感染防止には役立ったんじゃないかなと、うん、この前あの依然としてあの
何でしたっけ、あのマスクをしてない人を怒鳴って乱暴されて、ちょっと半身不随になっちゃった方いらっしゃいましたよね。すごく、それぐらいまだあの日本の電車の中とかって緊張感ありますよね。やっぱりでこれだけ収束してきたのに変わんないじゃないですか。僕のだから友人の韓国人は本当に日本の電車乗るの怖いって言うんですよ。ただでさえ怖いです。今もピリピリでも、いや確かに僕あのまあコロナ前でしたけど、韓国行ってうるせえうるせえ、よこせよとか言って、あと知らない人が話しかけてくるんですよ。日本人で分かってるのに、で韓国できないのに話しかけてくるんですよ。でそれ普通なんですよ。でうるせえうるせえ。でも日本でね、世界中で日本だけですよ、あんなシーンっつってるのは、もうピクリとも何もできないですよね。でもヨーロッパもわりかし静かじゃないですか。いやヨーロッパそんなことないですよ。やっぱ電話しますよ。電話しますよ。イタリアとかでしょ。北欧とかはそんなことない。いやいやイタリアいやそうかもしれない。そうかもしれない。いやまあ国によってね、国によって違うかもしれないけども、日本はやっぱりね静かですよね。ピリ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 してね。だってちょっとやっぱ鼻出してるぐらいでもう睨まれますよね。まあそれはあのそれは意味がないっていう意味がないのかもしれないけれども、くしゃみなんかできない、いやそんなもう私ね、あの咳を我慢する時にあの、って言って実は咳してるよくありません。要するに咳なんだけど、咳と明らかに分かってしまってやるともう睨まれるんで、あの咳払いとして、でも実は咳してるんでそういうのやりますよね。それから僕咳はよく抑えられますね。いやだから咳払いみたいにしてごまかすんですようんとか言って、あそう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 編み出したんですけど、僕はもう緊張感があってすごい怖いんですよね。怖いんだけど、僕はそれは日本人って割と私が夜な夜な見てる YouTuber たちは民度が高いと、さすがだっていうことなんですよ。どうですか。ある程度はそういう見方もできるかもしれないけど、ちょっと話が大きく変わりすぎていやいや僕ね、いや本当に原因を知りたいんですよ。あの麻生さんの民度が高いから違うからだって言ったけど、そうかなって、なんでしょうね。だからよく言われね、あのファクター X なんて言われて、あ T、 あそうそう、それ聞きたかった。 T キラー T なんとかなんとか細胞ってあるじゃないですか、あれは本当の話なんですか。まあ細かいことは分かんないけど、おそらく免疫が左右してたんだと思うんですよ。あの初期の頃デルタ株の前までのね、はい、だからベトナムとかすごい少なかったんですよね。そうですね、あれ最初はそうでしたね。そうインドシナ半島ってほぼゼロだったんです、はい、ずっと、はい、なるほど。ベトナム優等生だったんですけど、そうなんです、劣等生になっちゃいました今。そうそう、それってやっぱり中国南部の洞窟のコウモリから来たやつだから、やっぱりそれまでも最初の方のやつだったんですか。もともとあったやつだったんですね。そうそう、元々流出何回かしてたんだと思いますよ。そのよく似たやつがそっくり同じかどうかは分かんないけど、だからあの辺は良かったんだけど、あのデルタになったら、その免疫を逃避するやつだもんだから、ブワーッとベトナムとか広がっちゃって、で、日本のなんか部品不足とか今でも困ってますよね。そうです、大変です。給湯器がなかったり、あもう部品はない、半導体はないで、そうそう、だから台湾も、あの初期は良かったんだけど、最初のちょっとあの論者の人なんていう、ちょっと名前忘れちゃいました、大活躍した炭酸さん、オードリー炭酸、あれすごい名前になったんだけど、単にあれは免疫に守られてただけだと思います。まあ、彼が評価されたのはあのスマホのソフトですよね。そうですね、いや僕あれは抵抗感ありましたけどね、だっておばあちゃんがなんか、だってマスク買いに行ったらもうスマホなんか見て、あなたもう買ってるじゃんとか、立ちどころに分かるようなシステムじゃないですか。ほとんど監視社会です、ね、それは感心するけど、でそれが効果があったのかどうかは分かりませんよね。分かんないですよね。で中国も武漢以外は本当に少なかったですよ。人口比で見たらもうヨーロッパの感染状況だと全然段違いで、ヨーロッパアメリカの、だからやっぱりアジアは初期は免疫に守られてた。だけど、デルタ株になったら、それが今まで通りにはいかなかったと思う、今でもある程度はあるのかもしれないけど、
でもこのところやっぱりでも日本はなんかちょっとやっぱり特別視するぐらい結構少ないじゃないですか。今日若干増えたって30人ですよ、東京都は。少ないですよね。この原因ってまだ分かってないですよね。そうですね、うん、ただまあそのオミクロンはこれまでの変異とは多分次元の違う変異なので、うん、それがどうかっていうことで試されるんじゃないですか。うん、だからどうせ日本のだってその水際対策って言ったって入ってるでしょ。それはイギリスであれだけ広がってるっていうことはいくら鎖国してもどっかから来ますよね。ものすごい勢いですね、イギリスのオミクロンの増え方は。イギリスって島国なのになんであの成績悪いんですかね。イギリス島国じゃないですか。あの入国、イギリス入国って結構嫌じゃないですか、フランスとかドイツと比べて。あの通常時、まあもう EU じゃないですからね。なんかあのイギリス入国するの僕出張とかで嫌だったんですよ。なんかいろいろ聞かれるんですよ。あ、当時から毎回毎回僕嘘ついて、もうサッカーファンでなんか中田がボルトンにいたとかマニアックなこと言ってなんか通ったりとかなんか推加される時多かったんですよ。フランスやドイツって何もないんですよね。あ、でもドイツでも意地悪されたことありますけどね。これは個人的問題じゃないですかいや僕なんかドイツなんかもういやドイツがオーストラリアとかでももう何も問題ないです。いつもスースースーって感じなんですけど、イギリスちょっとやられる時あるんですよね。だから国境措置はもう厳しいと思ってたのになんでこうなったのかちょっと理解できないんですよ。そう、大陸ヨーロッパにはまだオミクロンは広まってないようなので、実はこれイギリス発祥なんですかね、このオミクロンですか。いや、オミクロンじゃなくてこの病気自体が中国のせいにしてるけど、だからやけに多いじゃないですか、あの国。うん、まあ、あの政治がめちゃくちゃやってるからじゃないですか、その、特にこの間増えたのは。いや、あのイギリス発祥だとそれめちゃくちゃ新しい説ですよ、いや僕は、ね、一時疑ってて、なんでこの国だけこんな島国で割と国境措置が厳しい国なのに、で要するに国境止めたい系の国じゃないですか。要するに EU から出たっていうのを国境が開いてるのが嫌だってことは根源的にあるわけでしょ、国境止めたい国なんですよ、もともと。なのになんであんな広がってるのか理解できなかったんですよね。まあ、入ってくるのは嫌だっていうことですよね。こっちから出すのは買ってくれっていう。あのイギリスはきちんと検査してるからっていうのがあるのかもしれないですけどね。あ、やっぱりあの一番初めのアルファ株って変異株もイギリスで初めに見つかったので、はい、あ、そうでしたか。やっぱりイギリスの公衆衛生って進んでますから。あ、なるほど。日本の厚生省の技官もイギリスに研修に行くんですね。え、イギリスは日本の下なんですか。するの。あ、そうですか。それ残念な情報ですね。アメリカはダメっていうか違いすぎるからYouTube もそういうこうね、向き合いたいですよね、日本とね、日本の現状とね。来産系が多いから一生懸命学んでるんですよね、イギリスごときに。こっちはなんだけど、いや本当ですよ。嫌だな。まあ、NHS のね伝統っていうか、日本は本当破天途上国ですから。あ、そう、あ、そういう意味では公衆衛生の世界、これからますますそうですよ、そう。残念ながら本当ですか。もう学ぶことばっかりで、ワクチンも治療薬も全部自国で開発できなくて、外国に頼るわけなんで。あ、なるほどなるほど、なるほど。いや、でもあの実はその、私のその家族がね、ちょっとあの海外にいる家族がちょっと体調崩しちゃって、で私の別の家族が、近頃フランス行ったんですよ、行かざるを得なくて、でフランス入国の時はもうスルーですよ、ノンの水分、昔と同じでしたって感じ でもちろん隔離もされないでフランスでちょっと看病したりして、で戻ってきた時に、フランスのパスポートコントローラー通ったんだけど、それももちろん超簡単、で PCR 検査のこれを持ってるんで、あのアプリで持ってたんだけど、日本の航空会社に乗るのにものすごい時間がかかって、なかなか乗せてくれなかったっていうのがあったんですよ。もういろいろ聞かれて、それでまあまあすったもんだらなく乗って、やっ と、まあ、羽田に着いたらですね、まあこれはもう有名、もう皆さん知ってると思いますけど、いきなり、横浜のホテルにやられたと。で横浜のホテルで3日間いるわけですよ、まあアパホテルですけどね、あのでアパホテルでもうとにかく3食朝から唐揚げ弁当みたいなんですね、
中にはもうぴったり3食とも同じ弁当っていうケースもあるみたいで、それはきつい。いやもちろんただなんで文句は言えないと言ってるんだけれども、それでさらに3日後に戻って PCR やってようやく目の前に京急とかあるのに絶対乗っちゃダメって言われて、国指定のハイヤーで帰るわけですよ、2万円払って、それで17日間、2週間か、なんかこう、自宅にいろと。じゃあどうやって自宅にいるかというと、毎日アトランダムに要するに連絡が来るんですよ、あなたはどこにいますかって、で自分の背景の写真を撮りなさいって。大変ですね。でそれ AI なんですよ、だから AI だから追っといてもいいかっていうと AI にが、いつも AI とは限りませんと本当で実際人頃変わってくる時もあるんですよね、それぐらいめちゃくちゃ今日本で厳しくやってるんですよね、この世界で一番厳しいと思いますよこれ、きちりですね、だからそこまでする国はあんまりないないと思いますよ、だって自宅隔離ないでしょ、ほとんどの国。いや僕逆にでもそのうちの家族は、まあ、ちょっとひどい目ありましたけども、僕はこれいいことかなと思うんですけど、どうですか、いいですかこれ。私はやりすぎだと思いますけどね。そんなやる必要ないと思うけどな。でもまあ世論は厳しい方がいいっていうのが8割だと思いますよ。そうですよね、実際に実務的に困ってる人がもっと緩くしてくれって言ってるんだけど、世間一般の人は鎖国賛成なんじゃないですか。あれじゃないですかね、だから水際対策の目的をちゃんと共有していないんじゃないでしょうかね、時間稼ぎでしょ。そうです、水際作戦って。そうですね、ありの這い出る隙間もっていう話じゃないですよね、もともとそんなことはできないわけですよ、ね、そうだからそういう意味じゃ市中に入るのも当然なんだけど、それをできるだけ遅らせようという政策なん で、でその政策目的からしたら個人の自由どこまで制限できるかっていうのが、まあ議論になって、じゃあここまでやりましょうって話になると思うんですけどね、最初は国交省かなんかの航空局長が勝手に、海外にいる予約してない、私の社説で怒りの社説を書いたんですけども、持ってくればよかったな、要するに海外に出張する商談で行く人って、オープンで行くじゃないですか、当たり前でしょ、だっていつ、ね、終わりがあるかわからないから予約なんか入れてないで行ってるのに、そういう人が枯れないような措置を航空局長がやっちゃったわけです、勝手に。でそれって明らかな憲法違反ですよね、普通逆に特別機で飛ばして救いに行くっていうぐらいなのに、あれは僕すごい問題、ああいうこともあって多分岸田さんはもう全部止めちゃったんだと思いますけどね、やりすぎですかね、やっぱり止めちゃうっていうのは。まあそれが良かったかどうかっていうのはもうしばらく様子を見ないと分かりませんよね、結論出すのはちょっと早いと思うけど、当日日本の措置って早かったじゃないですか今回。珍しくね、岸田さんってなんとなく決断できますよね、そういうことは思ったよ、まあそうですね、それが早かった原因ってちょっといろいろ考えたんだけど、その一つにはね、そのオミクロンでマーケットがものすごく動いたっていうことがあるんですよね。金融市場がね、そうそうあれって木曜日だったんですよ、木曜日の朝。それってロンドンで、ですね、ロンドン発のニュースが一番早かったんだけど、南アフリカからの航空機の乗り入れを禁止したって、それって日本の7時で、ロンドンは真夜中、夜遅くなんですよ、そうですよね。でアメリカは感謝祭での夕方 でちょうどその七面鳥にナイフを入れてるような時間なんですよ。でみんな家にいるわけで、その時にニュースが流れて、でバーッと下がったんですよね、でマーケットが薄いもんだから、で1日下がり続けて 2% か 3% ぐらいでなもんだから、そんな大変な話なのかっていうふうに世界中がびっくりしたの。それがその次の日、岸田さんが鎖国を宣言する一因になったんじゃないかと思いますね。だから
因果が逆になっていて、なるほど、先にマーケットが多分売り仕掛けをした人がもしかしたら初めにいるのかもしれないね、薄いところを狙って。ありました、吉田先輩経済記者でもないくせになんでそう思って僕全然知らない僕経済記者30年もスペキュレーションですから知らないですよそんなこと。初めてそうですか。何曜日に出るかって重要ですよね。それ感謝祭っていうのがなんか、ね、祭日ちょっと、うん、いやでもヘッジファンドなんかにとってはこういうのってすごい、こういう情報ってちょっとでも噂で流れればめちゃくちゃいい相場作れますよね、うん、こういう情報例えばこれを利用してなるほど、それは絶対いると思いますよ。これからね、オミクロン長者とかデルタ長者とかって絶対いるんですよ、いますよ。だから今言われてるのはオミクロンとデルタが合体してなんかものすごいなんか今日はありましたね、合体してなんか昔のウルトラマンエースみたいな、ウルトラマン太郎でしたっけ、合体するやつあれみたいになるでしょ、まあそういう可能性もあるよってモデルナの経営者が言ったんでしょ。そう、うん、でああいう情報って悪いように考えちゃうじゃないですか。そう、メディアが飛びつきましたよね、うん、あの有刊誌とかが多分、うん、バンバンやってますよ。大見出しではこれ儲けてるやつがいるんです、まあそれは常にいるでしょうけどね。でもそれは本当に売り仕掛けがあったのかどうかは分かんないけど、うん、当日そういうなんか激しい動きがあったのは事実、感謝祭の休日を狙って、うん、ああなるほど、それはありえますよね、うん、今度正月が来るから気をつけた方がいいかもしれないですね。あらら、あらら、そうですよね。数年前に為替がすごく動いた時があって、1月2日だから日本人だけ休んでる、他の人はもう動いてる、うんうん、そういうのよくやるんですよね。商いが薄い時に動きますよね、うん、多分ね、大儲けをねしたやつがいるんですよどっかに。わかりません、まあ、そこはね外国の投資家でしょ、日本の株を動かしてるの、うん、ね、その機械がやってるんで、うん、アルゴリズムみたいなことやってるんですよね多分。人間が出てても機械が売ったり買ったりしますから。そうですよね。いやもう分かんないです、それは。さっき経済の方になんかシフトしてるんですか。そんなことない、そんなことない、すいません、両分を犯してる。いや、ご自分で株の取引とか。いえいえ、そうじゃなくて、どっかに1万坪ぐらいの土地をお持ち。いや、そういうこと本当ですか。いやでもまあそういうの結構あるかもしれませんよね。でも僕もそろそろね、うん、やっぱりあのこういうトレンドっていうのはやっぱり波があって、うん、もうそろ僕はねこう全体的にこうそろそろかなと思ってるんですよね、うん、もうこうだっていくらなんでももう丸2年ですよ、ええ、うん、そのオミクロンがさっき言ったみたいな変異で、うん、あの弱毒化する風邪、コロナが普通の風邪になる兆候だったら、ね、終わりの始まりみたいな感じになると思うんですけど、うん、まあ、そうならない可能性もありますよね。ならない可能性もありますよね。その場合例えば日本はあの何でしたっけ、あの大規模接種会場とか閉じちゃってますしね。あ、いいですね。あれも閉じちゃったんですか、うん、だから 3回目のブースター接種は、うん、もうとにかくめちゃくちゃじゃないですか。8ヶ月や6ヶ月でっていうふうなこともあったけど、うん、あれあの何でしたっけ、あのモデルナの、うん、モデルナ側が言ってるのはどれぐらい開けろとかっていうのあるんですよね、うん、あれ守ってやんなきゃダメなんじゃないですか。半年するともう免疫が落ちてきてるから、うん、そのタイミングで今もう始まってるんですよね、医療関係者は。はい、この前始まりました。ちょうど半年くらいですね。あ、もっとはもう半年過ぎてるかな、医療関係者さん。世界中で早く打てって言ってる時に、ね、そうですね、8ヶ月とか言ってたわけですよね、でもそれも個人差があるんで、うん、こあの免疫が落ちるタイミングとその準備の問題といろいろ、そのワクチンの調達とか輸送とかそういう問題もあるし、まあね、うん、いきなりはなかなか難しいと思う。計画的にやってれば、うん、まあ何とかなるとは思いますけどね、うん、僕の大好きな YouTube では日本人はやっぱりこうファイザーとかね、うん、モデルナなんかの打ち方、例えば他の方向なんかも民度が高いから完璧なんだと、だから効くんだとやっぱそうかなと僕も思うんですよね、あっさりと。もうなんか年取ってきてそういう方向の方が楽じゃないですか楽、うん、ね、で王さんでしょ。でもなんかあれですよね、あの人生が幸せになるあの一つの方法かもしれないですよね。そうですよね。あの自尊心を高めて、うん、
あの安らかな気持ちで過ごすっていうのを、うん、そうそうそう、いいと思いますね。これ東京新聞の番組ですよね。そうそうそう、いやだから東京新聞右派だって何度も言ってるじゃないですか。そうか。良識派とも自分では言いたいんですけど、それはそうですよ。そう、あの、うん、だけどどちらかって右派だったら保守派、うん、そうですね、あの別に話飛びますけど、うん、あれなんですよね、思想的にはあの長年三十何年いて、うん、合わない時もありますね。ちょっとね、うんうん、やっぱりあの会社全体の傾向とかなり合わない時ありましたよね。そういう人結構いるんですよ、うん、いやだからいいんじゃないですか、ね、飲み屋で行ったりしますよね、たくよみたいなんですね。でもまあ会社行くと豹変する人もいたいな、それはね両親があんまりできないんですよ、ね、そうそうそうおい飲み屋で行ってることと全然違うじゃん。そうそうそう、そうそう、ね、でしょ、180度違う人いるんですよ。そうそうそう、変社欲しいんだよね。これなんでだろうって本当に信じられない人いる。そうそう、実名は上げられないけどね、まあ、上げたいけどね、上げたいけど上げられないけど、そうそう、そういう人偉くなるんだよね結構ね。あれそうそう、全然コロナと関係ないけどと思いますよね、原稿見て。そうですか、えこの人がっていうさ、こうなんかリベラルの機種みたいなのが入ってるんだけど、飲み屋で言ってることなんかこんなのもう聞かせられないようなことでね、うん、まあ、こういうこと言っちゃいけないのかもしれないけど、そうそうそう、なんか鬱屈したものを抱えてらっしゃるんじゃないですか ね、 まあ個人的なあの心のなんていうかね、闇があるのかもしれませんけどね。いや別にそんなの偏った思想の人がねうちの社ってそんなにいるわけじゃなくて、うん、だ普通の人は多いですよね。別にあの、ね、別に自分で自分をフォローするわけじゃないんだけど、まあ、本当にいろんな人がいますよ。極端じゃないんですよね、うん、極端じゃないんだけど、うん、だからどっちにしてその仕事っていうのはその2つ目があって、たつきの道っていう、うん、そのね、生活の資材を稼ぎ出すっていう道と、うん、がもう一つはやっぱり特にこういう新聞社なんていうのはあの世間に向けてあのいわば意見を言う仕事じゃないですか。そうそうです、ね、うんうん、調べて、うん、だからねやっぱりオミクロン大丈夫だとはまあ書けないよね。そういや、だけど思ってても、でも吉田の説員は何度か書こうというトライをしようとしてたけど止められてたじゃないですか。そう釘を刺されてたじゃないですか。まあそうですね、先輩ここの部分はみたいな。主力の社説は鈴木さんが書いてるんで、本当にあの私は本当にごく稀に書くだけだから、それ、はい、あの鈴木さんが本当にあのきちんとして書かれてる。その表と裏みたいなね。いやそう裏というほどでもない。いやでもまあみんなやっぱり、まあ、思想心情は若干ずれてて、それをそのちょっとシンクロさせる部分で相互来た時も、うんうん、当然なんていうの、その自分の中であの、うん、いろいろその配慮はしますよ。うんうん、そうですよね、社説として出るわけですからね、自分の署名があるわけじゃないな。そうまあ話飛びますけど、社説って各社そうなんですけど、うん、やっぱりかなり町長派議論してるんですよ。あ、遠慮したくなく、いやそれ違う、それって書いたらまずいっていうようなことを相当言って書いてるんですよ。あの逆に読者の立場から言うと、だからつまんないんですね、うん、いろんなものの中和しちゃってるから。だけど社説ぐらいつまんない文章ないですよ。いやあの東京新聞の中でも面白いことだと思うけど、いやだけど朝日なんか最低。いや全くこういう文章書いちゃダメっていう、せめてイニシャルにしてください。あ、そうか。イニシャルとか、じゃあ A だ。それは本当もはや A とか Y とか、いやいや、あのなんというか、例えば S 氏みたいに思い切って、静岡新聞ですか。いや またどう。いやいや、僕が元いた S 氏みたいに、まあ一つのなんていうかこう様式日っていうか、もうそうじゃなければならないみたいなね、そう誘惑というかね、そういうのもあるだろうし、だすごいですよ、あの林朝行革路線の時なんて、うん、あの日あの要するに普通のね、あの、うん、長官の右か左か忘れましたけど、うん、太い字で行政への甘えを捨てよって書いてあるんだよね。すげえ新聞だなと思ってましたけど、それ書いたのは園田さん。いやいや、僕は下っ端で僕は2年しかいないんで、僕はあのすぐあの それほどあの先導されずに下脱してますから、影響は警備だったんです。なるほど、ね、警備だったんですけども、でもただまだ残滓が残ってて、ややうちの社だと右寄りになっちゃうんだよね、うん、
僕は個人的にはちょっと中国とか韓国に厳しいんですよ、うん、なんとあでも外交は名古屋の論説員厳しいよね中国にすごく名古屋の論説員は産経新聞時代僕の一期後輩のやつでうちに移ってきたんですけど、中国厳しいんですよね、うん、まあ、昔の残滓がから残ってるのかね、うん、で厳しい、相当厳しいなといつも思ってます、うん、ていうかビシッと書きますよね、うん、それはね毅然と書くべきだし、うん、でも中国の特派員って一人一人経験者ってみんなドグマがあって、うん、みんな意見違うんですよね、うんうん、統一だからこう なんていうかすごい丁々発してやるとあの結論出ないぐらいみんな熱くなりますよね、うんうん、だから僕が言いたいのは社説は議論の末に書いていると、うん、いうことなんですよ。だからそれほどで思いって書くと、うん、極端になっちゃうんですよ。例えばあの Y 新聞のね、あの主筆の方なんていうのは自分の名前を出してこう書きますよね、うんうん、だから論説委員は、うん、あの議論があってももちろんいいんですけど、最終的に、まあ、最終的に一人で書くんですか。あ、もちろんそうです。あ、そうですよね。うん、まあ、で議論しない方がいいないや、もちろんそのよほどの暴論じゃない限りっていうか、基本的に社内から独立してて、うん、あのなんか社内でこういうの書くなみたいなこと絶対ありえないですよ。あ、それで誰、うん、一番偉い人も言わないです。あ、それは基本的に全く言わないんですけども、書く前にやっぱりそのなんかその偉いたあの役みたいな人が言うっていうよりは、お互い横で、うん、いやそれ違うんじゃないですかみたいな議論は相当しますよ、うん、相当しますよね、うん、だからでもうちの社の場合はどちらかというと、あのまあなんていうかね、こう、うん、あの強い人と弱い人がいると弱い人にシフトするっていうね、うんうん、そうそうそういうのはもうはっきりしますよ。まあそれは野党的立場っていうことで特に問題ないですよね、うんうん、そこだけははっきりしてると思う。テレビじゃないですからね、うん、そこだけははっきりしてますけどね、うんうん、でもそれでもやっぱり読者の方って意外とよく読んでて甘いと、うん、これも非常に甘いっていうことで、そういうよく怒られますよね、うん、だからね、なかなか、まあそれで言えば30年以上新自由主義で痛めつけられてますからね、うん、弱い人たちが中心に、うん、それはそっちの側に立つっていうのはまあ当然っていうか、うんうん、そうなんですけど、でもあの岸田さんが僕は話が飛びすぎて、岸田さんが新しい資本主義で言ったのは、うん、あのあれじゃないですか、あの要は新自由主義を否定してみたいなこと言ってるんですよね。でも僕あの人って基本的に新自由主義分かってるか分かってないかも分かんないような人で、うん、そうですね、あの要するに安倍政権って明らかに新自由主義じゃないですよ、あれ国家主義ですよ、いわゆる国家社会主義です、うん、国家が全てを統制する賃金も、うん、そういう傾向が強くて、うん、新自由主義やったのは明らかにあの小泉さんでしょ、うん、まあそれが一番はっきりしてます、ね、で割と大きな政府で、うん、政府の権限を強めようとしたのが安倍さんで、うん、だからそれをなんか新自由主義みたいに否定するのも別 に日本の場合ジニ係数だってそんなに格差開いてるわけでもないし、そんな諸外国と比べると、うん、日本の場合は格差が開いたんじゃなくて上も下も全部シュリンクして落ちてきたっていうのは日本で、うん、全体が貧乏になっちゃったのが日本で、うん、あの要するにあの中国や韓国やあれアメリカと僕違うと思うんですよね、うん、だからちょっとねピントがずれてるっていうのが僕の意見なんですけど、うん、岸田さんっていうのはブレーンみたいなっていうのはいることはいるんですか。海星高校の友達じゃないですかね、よくわかんないですけど。海星でしたっけ。海星ですよ、海星です、あの役人がいっぱいいる出てる海星、なるほど、うん、あの人ね人生で一番苦しかったのは東京大学参加を受けてね、東京大学出身現役で終わりになったんです。そうですね、すごいですね。あれ内田さん、私はあの東大です。いえ、うん、私はあの2回チャレンジして2回とも離れました。あ、そうですか、はい、岸田さんよりちょっとマシです。3回ですからね。岸田さんと同じところです。3回受けて、あ、そうです。岸田さん僕の後輩ですもん。あ、本当そうですよ。あ、わざ、あ、同じ後輩ですか。なるほど、なるほど。嫌になっちゃいますよ。嫌になっちゃいますよね。嫌になっちゃいますよね。いや、新しい資本主義って別に何もなくて、うん、あの、何でしたっけ？分配と、うん、成長でしたっけ？
ちゃんと順序を新自由主義的に入れ替えましたし、うん、それさえも言わなくなってきたし、そう、あと令和の所得倍増を驚きましたよね。ああ2倍にすることじゃないとか、ね、相当びっくりしましたよ、ね、全問答だすぐ鳥さんいるんですよね、それを何とも思わないみたいな感じですよね、うん、そう、それは素晴らしいと思います。前言を翻すことに別に何の、そうそう、何の躊躇ないんですよ、ね、あ、そうして今まで生きてきたんでしょう。そう、それで厳しいだからおそらく強引にコロナの話に戻すと、国境措置をうまくバーッと開けるかもしれないですよ、うん、ああなるほど、なるほど、1ヶ月って言ったんだけど、うん、1ヶ月って言いましたね、確か、うん、だけどそれをなんか、うん、やっぱりやめたって言って、いろいろアメリカに怒られたりなんかして簡単にひっくり返すんですよ、そう、本当に。だから、うん、ここのところ の、 そのコロナに関しても全部そうですよ。あ、10万円給付ですね、10万円の話でも典型ですよね、うん、あれも何の提携もなく単に返されましたよね、うん、もうびっくりしましたよね、うん、そうですね、最初からもクーポンじゃダメだって言ってるし、そもそも10万円配るのも変だったし、うん、960万でかけたら、うん、ほとんどの人カバーできちゃうのに、うん、しかも最初から959万かける2の人は家庭は一部は、まあ控除にもよりますけどもらえちゃう可能性があるわけで、不公平な決まってるのに最初から分かったり、いやだから要するに要は公明党の要求に、ね、あの従ったということがあってそうです、ね、でクーポンの話はあれは財務省ですよ。あ、まあ、つまりもう一回言われなくていいと、うん、それを設置してということですよね、はい、うん、もうフラ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 して、うん、だからコロナの場合もちょっとわからないですよね、うん、どうなるか。でもあの人なんとなくこうなんていうのかな、そういう意味ではオミクロン的な人ですよね。よくわかんないフラ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 してて、ね、お前気合入ってるね、株なのかと、まあ、デルタじゃねえだろうと、攻撃しにくいですよね。そうです、攻撃しにくいんですよ、うん、なんかいい平和ないかな、すり抜けるんですよなんかこう安倍さんを弱毒化したような感じしません？なんかこう弱毒化されてますよね。そうですね、そういう感じですね、うん、デルタ型とオミクロン型みたいな感じですかね。いや頑張るかもしれませんよ。日大の総長っていうか、あの理事長捕まえたじゃないですか。捕まえましたね、検察が。そうですね、大変ですよあれ。いや僕まあ、あれだけ検察頑張るんならね、うん、まああの人と誰かね親しい元首相もいるわけですし、そっちまで頑張ってほしいですよね。そうですね、はい、ぜひ捕まえたらすごく、それですごくこう、うん、いいんですけどね。もうさすがに名前はね、イニシャルですらも出せませんけどねいくら私でも次の論説、あの社説でぜひ書いて。いやいや僕で担当じゃないんでね社説を全部 それこそあのイニシャルネームでやったらどうですかね。あー、ちょっとあの私の上司の論説機関に言っておきますけどおそらく却下でしょうね。却下ですか、却下だと思いますよ、はい、っていうところで早いですね。もう1時間経っちゃいました、経っちゃいましたね。はい、ということで、非常にあの全体としては弱毒化してるという結論でよろしい。まあなんかよくわかんない今年もいろいろありましたけど、あの友さん今年最後ですけど、うん、はい、そうですね。どうですか、この番組の将来はありますか。この番組の将来ですか、はい、これはわかりますね。急に弱毒化してね突然強毒化するっていう、なんかすごいまったりとした番組っていうのもいいかもしれないし、ね、うん、やっぱりね、うん、どういうふうに持っていくか、ね、まあ、トメスさんのトーク力だったら持つでしょう。いや私はね筆一本で生きてきた人間ですから来年も筆でやりたいっていうことをね、最後の今年最後の、ね、メッセージとしてね、楽しみ、まず筆だと、それから喋り、ね、若干ね、はい、って感じですよ。ありがとうございました。